アニマルリボルトバトルシミュレーター、どうも皆さんこんにちは、ナルチャンネルチャンネル社員のナルトです。いやー、やりたかったよこのゲームを、再び配信を。うん。いやー、もう見つけちゃったな神ゲーを。まあ、今日も今日とてこのアニマルリボルトバトルシミュレーター、言いにくいな。ARPS やっていきます。猿の台頭をクリアしたんだよね。なんで次ファンタスティックビースト。題名がもうかっこいいもん。でもこの2つやったらおしまいなのかな。俺はもっとこのゲームをやりたいんだけど。ってだけでちょっとファンタスティックビーストやっていこうか。楽しみだな、やっていきましょう。あら、でもこの間と同じ感じだな。白熊軍団でしょ。なんか1回あったよね、そのアーチ。うわー、なんか全然違う。うわもう全然違うじゃん。こないだと全然違うじゃん。だってミノタウロスとかいるんだけど。コスト制限すごいな。うわ、お前ヒルジャイアントって言うんだ。ちょっと待って、見ていい？ヒルジャイアント見たい。傷だらけだな。ちょ、ヒルジャイアントに任せる。ちょ、ヒルジャイアント三連ヒルジャイアント、人狼。お前、人狼って名前なんだ。弱そう、お前。あ、意外となんか、毛短めなんだ。なんかもっとふさふさ感がある方がいいと思うよ。ヒルジャイアント2の人狼3にするわ。で、コスト制限ほぼこんなもんだね。ちょっとこれ、もう白クマ、どうだろう。サイが強いのかもしれんね。ちょっとこれで一回様子見だな。俺、ヒルジャイアントのやっぱパワフルさをちょっと期待してるわ。あ、人狼、あ、人狼。だってヒルジャイアント即死。あれ全然、あーでも意外と頑張ってる。すごい、足ガクガクだけど。攻撃の仕方の癖。あ、でもいいんじゃない、いいんじゃない。あ、いいか、人狼が意外としぶといね。そ、飛びかかる系強いよね、それね。この間敵としてお前はすごい強かったよ、人狼。おぉ、強い。あ、め、仲良くなってんじゃん。親友になってんじゃん。ヒルジャイアントと人狼が親友になってる。ブラザーになってる。いや、なんか新しいキャラが出るとやっぱ上がるね。うん。うわ、恐竜軍団だよ。どうしよう。大丈夫かな。恐竜軍団どうだろう。こっち、爬虫類ちょっと見たいな。マキモサウルスレックス。すごいなんか強そうな名前だけど、ワニと何が違うん。コストが全然違うじゃん。マキモサウルスレックスの方がもう5倍ぐらいコスト高い。あ、サイズ感は確かに違うね。チタノボはでかお前。マキモサウルスレックスとワニ一緒じゃない。何が違うお前は。まあいいや、じゃあグリーンアナコンダをちょっと、じゃあ穴埋め要因で、うん、グリーンアナコンダにちょっとこっち側埋めてもらおう。いや、ちょっとマキモサウルスレックスの、やっぱ底力見せてもらおうか、ここは。うん。いきます。ちょ、こっち側視点でいこう。どう？あ、マキモサウルスレックス。いや、やられてるようにしか見えんけど。あの、チタノボアが意外と頑張ってるんじゃない？ねえ。うん、チタノボア頑張ってるよ。うん。マキモサウルスレックスどうよ。あー、これなんか、ベリーロールってやつね、これ。違ったっけ。なんかね、あの、ワニが、なんか、ね、引きちぎろうっていう、なんか、頑張りを見せてくれてるね。ノーマルワニさんも結構頑張ってるね。あ、いいじゃん、マキモサウルスレックス。チタノボアが意外としぶといね。ちょっとデカブツ、この3匹をどうにか。倒せる？倒せる？いや、俺は見守ることしかできない。あー、マキモサウルス X！ いや、あとはチタノボアにかかってるよ。いや、チタノボアでもしぶといね。あ、ギリギリ。ちょっとじゃあ、チタノボアの方がいいかもしれん。マキモサウルス X は弱いわ。チタノボア、多めに行こう。うん。2チタノボアいるね、これは。で、ワニ、どうだろう。
なんでこの塩水にこだわるんだろうね、塩水はに。海水はダメなんだろうか。ねえ、じゃあ一回チタノブアのこのしぶとさにかけるわ。三チタノブアでもいい気もするけどね。このね、パラサロッキルみたいなやつが強いんだよな。うん、やっぱでかいだけあってスタミナもパワーも段違い。どうだろう、マキモサウルスレックスが抜けた穴を埋めれてる。いや、これどうなんだろうね。やっぱさっきのさ、人狼とかさ、あっち組を使うべきなのかな、これ。だチタノボアが結構強いのよね。うん。積極的にチタノボアが、やっぱ小型銃を倒してくれるから。あとはこのでかいのに集中できる。どうだろう。これなんかダメージがどんだけ入ってるとかわかんないもんね。いや、でもチタノブアのしぶとさがやっぱ俺はいいと思う。うん、あ、向こうでも頑張ってるよチタノブアが。いや、そっか、でも11でしかやれないからなかなかチタノブアも数には苦戦してるかな。あれ、倒したじゃん。あと、じゃあこの小型だけ。あ、でもチタノブア大丈夫。うわー、もう一人のチタノブアがここで加勢してきて勝った。さあ、ちょっと次見てみようか。チタノバが意外とね、やっぱスタミナがあるやつっていいよね。うわ、すごい、突撃銃軍団みたいな感じだね。ちょっとさ、ヒドラいるんだけど。え、ね、200か200はちょっとでかすぎんかな。うわ、でかめちゃくちゃでかい。一回見ていい、ヒドラ見ていい。うわ、なんかあんまかっこよくないね。あ、でもなんか強そうね。だからヒルジャイアントがなんだかな、信頼、安心と信頼のヒルジャイアントな気がする。ゴルゴンって何なんだろう。あ、でも置けないな。人狼も置けないな。じゃあちょっとグリーンアナコンダ並べるか。あ、並べらんないな、もうあんまりコストも足んないな。いや、じゃあちょっとヒドラが高すぎるんだよな。ヒドラがなかなかね、ちょっとコスト200は食いすぎな気もするけど、どうだろう。一回ちょっとヒドラ見てみるか。だってヒルジャイアントがなんだかんだね、両サイドを抑えてくれると思う。で、その間にヒドラがやっぱ、1体で5人相手にできるってことなのかな、ヒドラは。顔が5つあるから。だとしたらだいぶアドバンテージと思ったけど、カバがすごい後ろから。ヒドラの後ろ、ガラ空きが過ぎてる。ガラ空きが過ぎてるわ。うわ、でもヒルジャイアント全然ダメじゃん。どう、ヒドラこれ一人でいける、この数相手はちょっとさすがのヒドラもきついかな。でも確実に一体一体やってる。後ろがガラ空きだな、後ろがガラ空きだな、ヒドラ。ヒルジャイアントやめよう。うん、あまりにも戦力外だったわ。ワイバーン、じゃあ見てみる？ねえ、空中からの、あ、でかいな、ワイバーン。空中からの援護射撃頼むわ。ねえ、やっぱ空中は手が出せんから、相手も。うん。このヒドラで抑えつつ、その後ろをワイバーンが守ってくれる。すごい後ろから開きなんだよな、ヒドラ。振り向いてほしい。ヒドラよ。あんまりにも後ろが、背中がもう、ゾロなら恥ずかしくて死んでるよ、お前。ねえ、傷まみれで死んじゃうよ、ゾロ、もうそんな背中。ワイバーンが、もうあと1体しかいない。で、ワイバーンが意外とこのね、意外とねとか言ったら、ちょっとなんかフラフラじゃん、ワイバーン、大丈夫？体力使うのかな、この大きさのね、獲物一体一体ってなると。なんかもう時間経過でワイバーンが有利じゃない、だいぶね。えこのもう上から襲ってきて、ほぼほぼノーダメージと言おうとした瞬間に。でワイバーン強いな、ワイバーン。でもワイバーン主体でいくか。ヒドラ一回やめるわ。でヒルジャイアントにちょっと
頑張ってもらって、ワイバーン、3ワイバーンぐらいにしとこうか。3ワイバーンの、もう残りヒルジャイアントで、あ、で2体しか置けない。2体のヒルジャイアントはちょっと心もとないな。あ、こういう時のチタノボアだね。うん、こういうところのチタノボアが、コストがでかい。コストがでかいな。チタノボア1体しか置けない。で、人狼とかにしとく？あ、人狼も1体しか置けない。じゃあ、ヒルジャイアント？あ、置けないわ。じゃあ、ワイバーン2にする。ワイバーン2のヒルジャイアントを2にするわ。これで、まあ、ヒルジャイアントとチタノボアやっぱ体力に定評があるので、うわ、ヒルジャイアントすごいじゃん。すごい。戦い方ワイルドだな。いいよ、この頑張って時間稼ぎしてる間に空中からワイバー、手がワニ、ワニじゃないわ、カバで、カバのカバの噛みつき攻撃がすごい。あ、チタノボア死んでる。チタノボア死んじゃってる。あとヒルジャイアント意外と場持ち、あ、でもそうか、もう限界か。いや、この数ワイバーンで処理するのどう、大変かな。あと1体しかいないワイバーン、もう1体どこ行ったんだろう。意外とあっけなく終わっちゃったのかな、もう1体は。いや、体力的にきつそうだもんね、ワイバーンね。あら、ちょっとチタノボはあんま強くなかったな。ヒルジャイアントが意外と頑張ってたよね。なんでヒルジャイアントちょっと頑張ってもらうわ。3体とはよ、カウント制限30ってあるけど30も置けないもんね。グリーンアナコンダですら15コスト使うからさ、うん、あんま数並べれないんだよな。でもこれで一回行ってみる。ヒルジャイアント1体いらないか。ワイバーン3にヒルジャイアント2にするわ。ちょっとここでワイバーンの頑張りに俺はかけたい。やっぱヒルジャイアントが抑えてくれてる間にワイバーンが、そう、やっぱ3体いれば文殊の知恵、うん、3体いればもう文殊の知恵ってやつだよね、本当に、うん、もんじゃもんじゃですよ。ほら、ヒルジャイアントもほら頑張ってるもん。ワイバーン今回結構頑張ってんね。3体いればやっぱ結構協力プレイしてるもん。ほら、シェアしてる、シェアハピしてる。ねえ、再シェアしてるもん、シェアハピしてるもんね。ほら、 お前らその全員で、その全員でカバー行かなくても、その3人で行かんでもいいって。分散してくれ、頼むから。お前欲張んな、お前は。欲張りはイバンだな、お前。あの、行くんじゃないこれ、行けそうじゃないこれ、どうどうどう、あとこの際だけ。あー、ワイバーン、もう1体いる、もう1体いる、ラスト決めてくれ。あー、だ、2体残ってんな。2体残しはきついかも。あ、こっちまだ2体いるのか。ちょ、1人1冊いこう、1人1冊。さあ、まず1個、まず1個、いいよいいよいいよ、ラスト決めちゃえ、ラスト決めちゃえ、いけいけいけ、すごい、ローリングワイバーン。ローリングワイバーン殺法が決まったね。倒した、おお、倒した。数がすごくないか、敵も。ゾウ5体はやばいな。え、500もあるんだ、コスト制限。置き放題じゃん、こっちも。あ、ヒドラの出番なのかな。でも、ヒドラ、いる？さっきヒドラ、全然なんか活躍してなかったから、やっぱヒルジャイアント、並べるわ、いっぱい。ヒルジャイアント7。いいね、 AKB の神7みたいにヒルジャイアント7でいくわ。ちょっと7ジャイアント、どう、さすがに。でもゾウ強いか、ヒルジャイアント軍団でもダメかな。そんなヒルジャイアント一人ワンマンプレイってわけにもいかないか。純粋にでもさ、ゾウとキリンと殴り合ってるヒルジャイアント何者なんって思うけどね。バケモンやん。それ集団認知戦法がすごいもん。ほら、え、ヒルジャイアント余裕じゃん、7ヒルジャイアントって余裕じゃん。さすが神7。怒られるわ AKB に。すごい、一人もかけることなく
1,2,3,4,5,6 ほら7ヒルジャイアント残ってるもんちゃんと。うわー、なんかこいつらなんか強かったよね。なんかこの間やってて こいつらがなんかもうしぶとくてしぶとくて、こっちも新戦力欲しいんだけどな。そろそろ新戦力コスト1300 1300はやばい。ヒルジャイアント何体置けんだこれ。20体も置ける。気持ち悪い。さすがに気持ち悪いな。20体もヒルジャイアントいたらもう余裕じゃないの。クソゲーだな。いやこれが進撃の巨人か。すごいね、進撃のヒルジャイアントだわ。ヒルジャイアントやっぱさ、タフネスだよね本当に。恐竜相手にほら屈しないこのタフネスさ。うん、でこのさ、なんかもう硬そうな恐竜も素手でいくからね。もう素手で、うわ、ヒルジャイアントがついにやられ始めてる。あの無敵のヒルジャイアントが、いや、あいつの尻尾攻撃強いな、めちゃめちゃ。あ、でどう、でも数で結局押せてないヒルジャイアント。でまだ結構10人ぐらい残ってんじゃない。10ジャイアントいるよ、まだ10ジャイアントぐらい。いや、このなんかさ、ちっちゃいのが意外と強いね。この尻尾振り回してくる系、尻尾振り回す系のこのちっちゃいのが強い。あとこのでかいの、でかいだけだもんな多分な。もうあとヒルジャイアントのどう、独壇場じゃないの。そんなことないか、やっぱ数で負けてる。ちょっと数で負け始めたらヒルジャイアント分が悪いか。あー、ちょっと大丈夫、ラストジャイアント、ラストジャイアント、あっ。これヒルジャイアントの努力次第。ヒルジャイアントの努力次第みたいなとこない。ちょ、もう一回だけ見ていい。もう一回ちょっと20ジャイアントでいっていい。ちょっと俺やっぱヒルジャイアントの可能性を信じたい。このさ、この尻尾ブンブン、尻尾ブンブン系をヒルジャイアントたちが抑えて、序盤でなんとか数で押せれたらなんとかなると思うんだよね。こいつによる被害が尋常じゃなかったから、さっき本当に。そう、こいつがねやっぱやばいんだよね。11で勝てないから、あいつだけは本当に。そうで、やっぱ数で囲む戦法もあいつの前では無力とかすから、これできるだけヒルジャイアント、あーちょっとまずいな。膝に来てるもんヒルジャイアント、ほら膝に来てる、だいぶその尻尾ハンマーが膝に来てるもん。ヒルジャイアントもそんな若くないから。盛大吹っ飛ばされちゃって、あとだいぶあっちの方に数残ってるな今回。いけんじゃないかな。ちょ、こいつだけどうにか、この1体だけでも倒してくれ。どうどう、この3、うすごい、めっちゃ来た。すごい数のヒルジャイアント、すごい。圧勝。見てほら、ほらもうヒルジャイアント同士のコミュニティが。あ、だ配置が大事だったね結構ね。うん、さあどうだろう、コンガでも600か。でゴリラ軍団でしょ。うわ、粉砕、粉砕軍団か。さすがの粉砕軍団、ちょっとヒルジャイアントも厳しいよね。600しかコストないもんね。8ジャイアントぐらいしか置けないもんね。ほら計算できるもんヒルジャイアント、ほら。8ジャイアントちゃんちゃんと。ヒルジャイアント換算が。ヒルジャイアント換算できるもん今。だってヒルジャイアント8体と粉砕同士の戦い、どうだろう。あ、粉砕やっぱ強いな。武器持ってるだけあって、やっぱ並大抵のヒルジャイアントの力では押せないな、ちょっと。ミノタウロスとかゴルゴンとかこの辺まだ使ってないよね。で、ゴルゴンどうなんだろう。で、ヒルジャイアントと一緒ぐらいコストあるし、強いのかな。ちょ、ゴルゴンご用紙ってみるわ。突撃部隊なんだろうね。強っ、何今の。ちょっと待って。なんかめちゃくちゃ卑怯な手を使わんかった、今。で、そのなんか、霧吹きみたいな、何それ。何よお前ら、パワー系と思いきや霧吹きみたいな、何そのなんか特殊攻撃してくるんだ。え、どっから出てんの今の、分からんけどお前ら強いな。いやー、で出た、気持ち悪い、こいつ何なんだろう、こいつ気持ち悪いね。いや、こっちもやっぱでも気持ち悪い系いっぱいいるから、似たもん同士やらしてみる。でもあれだね、うん、
さっきのなんだっけ、ゴルゴンだったっけ、ゴルゴン強かったよね、あのプシャーみたいなやつ。ゴルゴンのプシャーでなんかちょっと最初押せないね、序盤このゴルゴンのプシャー攻撃でなんとかならんかな。こいつとりあえず倒したいよね。倒した後は、あの後ろの気持ち悪いのいっぱいいるから、あれはやっぱチタノウマの出番だと思うんだよね。やっぱ似たもん同士でやってもらいたい。これでどう、カスがでももうちょっと欲しいよね。あ、意外とでもなんか霧吹きみたいなやつあんま通ってないな。相性とかあるのかな、敵のなんかあの霧吹きめっちゃ食らうやつみたいな。チタノバはやっぱなんだかんだ、うん、スタミナ多いからやり合えてるね、この数でも。キモいな、それにしても超気持ち悪いなんだこの絵面実況する気失せるもんただとにかく名前が気になるね、こいつらのね、ネーミングセンスがありすぎるもんこのゲーム本当にあのチタノバはやっぱ1-1ならなんとかこいつらには勝てるぐらいのタフネスを持ってるもんね。あとゴルゴンが意外とね、やっぱスタミナもあって結構強いね。勝ったんじゃないもん、これ、ほらほら強いわ。うわ、また気持ち悪いまたキモい軍団、キモいよな普通に。ちょ、新勢力欲しいんだけどな、そろそろいないもんな。ちょっと新勢力見たいんだよな俺は。ただちょっとミノタウロス見て一回、じゃあミノタウロスのちょっとどんなもんか見さして。で、なんだかんだ、そうだな、なんだかんだでチタノバにしとくか。あ、置けないな。チタノバ置けないんだったら、じゃあグリーンアナコンダでちょっと数合わせしとくわ。ちょ、どうだ、ミノタウロスやっぱ120もあるから、それなりに強くないと困るんだけど、あ、すごい、機敏、動きが。すごい、やっぱ、120あるだけあって、やっぱ足速いし、強いし。やっぱこのゲームさ、あの機動力大事だからとか思ったけど、全然数に押されてるわ全然数に押されてたわ、全然ダメだわそうだな、じゃあちょっとミノタウロスはやめてみるわ。え、マキモサウルスレックスの出番あるかな。まあ今んとこいいとこねえからこいつ、うん、マキモサウルスレックス、チタノボア、あと何にしよう、ヒルジャイアント、あ、置けないな、惜しい、ちょっと足りない、ちょっと足んない。じゃあそれだけの分をグリーンアナコンダに埋めてもらうわ。これでいこう、うん、コストぴったり。マキモサウルスレックスがね、さっきあんまり芳しい活躍を見せてなかったから、ここでしっかりと、うん、やっぱ一人でこのなんか片っぽのね、左、あ、弱頑張ってほしいとか言ったのもつかの間即死だったわ。あと意外とこのヘビが、グリーンアナコンダが意外と頑張ったかもしんない。どう？せめてそのクワガタ一匹は、あ、全然もう味方いなかった。チタノバからの、まあ、アナコンダヘビ軍団にしてみる？うん。いや、虫の天敵といえば爬虫類ですから。うん。の中でもやっぱヘビだから。うん。チタノボアとやっぱこのなんかクワガタの相性が悪すぎる気がする。うん、すごい、もうグリーンアナコンダ吹っ飛ばされてんじゃんもうどう、やっぱチタノボアのなんだろう、この有り余るスタミナとパワフルさでゴリ押せるね。ヒルジャイアントに並ぶぐらいこいつやっぱ強いからさ、タクネスは、うん、ガッツあるから人一倍あ、ダメかじゃあこうなったらやっぱうちの控えは最強のクローザーがいるから、こっちには。うん、大谷翔平もびっくり、最強の抑えがいるから、もうヒルジャイアント出したらもう勝ちだからね。うん、ごめんヒルジャイアント出すわ、ごめんってなっちゃう。うん、ヒルジャイアントチタノバでいくわ、夢のコラボ夢のコラボきた、これでいける、結構どう、あ、強いヒルジャイアント2発で倒した。あ、でも、あ、ちょっと1ジャイアントやられちゃってる、なんか病気みたいになってない、なんかヒルジャイアント大丈夫、なんか、え、皮膚かぶれてない、なんか大丈夫なんかそれなんか特殊効果みたいなえ、そのなんかさ病気とかあるのあ、ほらヒルジャイアントの皮膚がだんだんほらなんかかびてきてる
ドイツの効果なんだろう。やばいのがいるな、一人なんか敵に。敵にやべえのがいる可能性がある。ちょっとこれは毒持ってるやつがいる。でもヒルジャイアントなんだかんだいけるこれなんだかんだ毒にも屈しないヒルジャイアントであったりする。あ、すごいノコギリクワガタ相手に関節技を決めていく男うわでもちょっときついか、さすがに。あーきついな。でもじゃない、なんだかんだヒルジャイアント。あと30分じゃあ適当にグリーンアナコンダでもちょっと前やらしとくか。これでこいつらが多分なんかあの毒持ってんだよね、なんか。うん、あいつらだと思う。なんか最初なんかチクってなんかさやって、ほら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 、皮膚がかぶれていくもん、刺されたヒルジャイアントが。ほらなんか、え、なんか味方殴ってない、なんかそういうなんか、え、なんか洗脳みたいな洗脳効果のある毒え、でもなんかもうここまでさ、ここまでヒルジャイアント残ってたらもう大丈夫な気はするけどな。クワガタをやっぱその一匹一匹確実に倒してほしい。ほら集団認知ジャイアント、いいよいいよいいよ、抑えていく抑えていく。そう、もう全身で全身でぶつかっていくなんだかんだもうさ、ヒルジャイアントゲーじゃないねえ。うわでもなんかちょっと待って、今回なんか相手のなんか作戦があるのかな。真ん中に固まってきたな恐竜で。こいつら何、これなんだっけ、名前忘れたけど、なんかゴールハンマーみたいなやつだったよね。あ、でもゴルゴン、こいつあれだよね、なんかそのなんか角からブシャーだよね。ブシャーでなんとかならない。で、あいつをさヒルジャイアントで抑えるわ。じゃあ2人でなんとかなるんじゃないね。で残りをまあチタノーバーなんだかんだ、あ、置けないのか。あと60だったらまあアナコンダ積んどくかアナコンダでちょっと周り固めとくか。序盤これじゃプチューで倒せないな意外だと。まあ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 倒してる。ああっちにもいたのかゴリラ、貴様貴様ゴリラ、そっちにもおったんかお前だってヒルジャイアントが差しで負けてる。あの最強を誇ったヒルジャイアントが、わあハンマー投げが強すぎる。すごい、このゴリラやば強いなあ、でも意外とゴルゴンがさ前線してない。あと霧吹きみたいな強いな、この毒噴射みたいなそれでなんとか押してる感あるもんね。惜しいとこまではいってるわ。うん、じゃあさゴルゴンぶつけるか、このゴリラにもね。両サイドもゴルゴンでいって仕留めてみるか。どう？あ、でもハンマーでもやられるがままあ、全然ダメだな。正面から行くとこのゴリラ強すぎる。ちょっと待って、どうしよう。なんかチタノーバーじゃないわ、なんだっけ、このグリーンアナコンダ一回なしにして、やっぱこの1ゴリラに対して2人ゴルゴンで攻めるわ。あまりにもこの最初の初手ゴルゴンが11だと負けちゃうから、この21でしっかりとゴリラ倒せんな。でもゴリラ強いな、ゴリラあの向こう分かってる、向こう分かってるから、あとはこれどうにかならんねえ。これやっぱハンマーゴリラ強すぎるわ。ちょっとハンマーゴリラはやっぱその序盤で倒しきってないときついのかな。あっちは勝ってたからなんかね、あれがあるんだろうね、タイミングとかが。たらワイバーンかな、ここは一旦ワイバーン出してみて、で真ん中もヒルジャイアントに頑張ってもらう。でこっちをやっぱもうゴルゴンで一旦やっちゃってもらう。うん、でこれやっぱ2人の力でゴリラをやっぱ一個でも削る。どう、倒せない倒せない、それ。いや向こう負けてんじゃん。あ、こっちは勝ったわ。でどうにかヒルジャイアントとこのワイバーンで残りを蹴散ら、ゴリラ優先でいってほしいな。優先はゴリラ、優先はゴリラだよ、ヒルジャイアント。あとヒルジャイアント数に弱いなえ、もうゴルゴンいない。え、ゴルゴンのやっぱ霧吹き噴射が結構頼みの綱だったかもしれん。もうこれはワイバーンは無謀な戦いを強いられてるわかわいそうに、多勢に無勢だなこれ、本当にかわいそうに。あー、ハンマークリティカルヒットじゃあこのハンマーゴリラの対策を考えないといけない。
で、ゴルゴンを、あ、待って、人狼じゃない？人狼を生かして、後ろからゴルゴンで迫撃。あ、人狼ゴルゴンの、こう、両サイドで、うん、行ってみるか。人狼、結構なんか飛びつく系だったよね。なんか、人狼にハンマーの犠牲になってもらって、ゴルゴンで、その後ろから攻める。で、ここ真ん中もゴルゴンで固めるわ。ワイワンいらねえわ。ワイワンはいらねえわ。うん、真ん中ゴルゴンも置けるだけ置くわ。そしたら。残り50か。残り50微妙だな。1個抜いて、じゃ人狼並べるか。ここちょっと。あ、コストもったいないなって思っちゃう。もったいないなって思っちゃうから、ヒルジャイアント、ヒルジャイアント。あ、置けないな。じゃあゴルゴンでいいや。ゴルゴンからの、まあワニとか、ワニでも、うん、まあアナコンダにするか。困ったらアナコンダっていうね。ちょっと、この人狼ゴルゴンの、この2トップを、あ、全然ダメ。一回ちょっとさ、コストの面も考えて、グリーンアナコンダを先行ってもらって、ゴルゴンを後ろから行かせるか。この辺一回片付けて、あっちもやめて、うん。2ペア2ペアで攻めるか。人狼1体置くよりも、うん、グリーンアナコンダ2体の方が、ゴリラもびっくりすると思うんだよね。前線がね、どうだろう、ゴルゴンだけでいけるのかな、これは。ゴルゴン、ゴルゴン、ジャイアント、ジャイアントぐらいにしとく。ジャイアント、縦に並べるか。これでコストいっぱいだから、これでちょっと向こう見とくわ、一回ちょっと。で、ハンマーが戻ってくる間に、そう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 、いいよ。で、やっぱこのグリーンアナコンダが接近戦頑張ってくれてるってことついよ、ゴリラ、お前。で、そこででも諦めずに噴射。いや、ナイス。こっちはどう？こっちはどう？やってる、やれてる、やれてる。うわ、ゴリラが生き残ってる、最悪。なんぞ、片っぽだけうまくいくのは何なんだろうね。でもちょっとここまで来たらだいぶチャンスはあると思うんだけど、俺は。こっち、あ、ゴルゴンどこ行った？あんた全部死んだ、ゴルゴン。ゴルゴン全滅してる？あれ、ゴルゴン全滅。あー、ちょ、頑張って。あー、惜しい。でも、ヒルジャイアント結構頑張ってんな。いいよ、ヒルジャイアントが、その的になってる間に、ゴルゴンで押す。あー！さあ、ちょっと、相手も数を増やしてきたな。で、1600もコストがある。このバーサーカーゴリラじゃない、なんだっけ、こいつ。粉砕か。もう俺は分かってる。粉砕はヒルジャイアントだと部が悪いから、ここはゴルゴンなんだよね。うん、ゴルゴン3連、4連ぐらいにしとく。4連ゴルゴンのもう残りジャイアントにするわ。うん、残りジャイアント軍団で。ヒルジャイアント何体置けんの、これだって。すごい。だいぶ置ける、だいぶ置ける。まだいける、まだいける。あれ、ゴルゴンもう一個置けるから、これでいいもん、もう。見てこれ。もう、ある意味アートだよね。ヒルジャイアントアート。これでもいけると思うんだよね。ほら、ゴルゴンでやっぱ序盤一気に片付けちゃって、このカズのヒルジャイアント。カズのヒルジャイアントで押していって、そのたまにゴルゴンが、もう毒斬り噴射で、一気に数を減らしていくと助かる。うん。後半切り噴射攻撃で、だいぶ押してると思うんだよね、俺はゴルゴン。さすがにやっぱこの恐竜、一匹一匹の、パワフルさにヒルジャイアントもおじけづいてる、若干。ただこっちはもうだいぶ数押してるわ。あっちが、あー、ちょっとこっち側厳しいね。こっちサイドがちょっとゴルゴン一匹になっちゃってるわ。うわ、1ジャイアント、ちょっと無謀それは。あ、こっちまだいるんだ、恐竜が。まあ、いや、ヒルジャイアント、胴上げ状態。ヒルジャイアントが、ヒルジャイアントが、たくさんのヒルジャイアントがトリケラドプス担いできたわ。あ、でもね、ゴルゴンのまだ切り噴射があるから、なんとかなる。いける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 。これはいける。すごいな。ヒルジャイアントこんだけ集まったら、もう、もう十分。あ、でもこっからあれか。新人類の台頭が始まるわけか。うわ、誰だったっけ、これ。もう名前覚えてないわ。なんか昨日なんかやってたやつだよね。ちょっと待って、これ、夢のさ、ヒルジャイアント VS 新人類がある。で、進撃の巨人じゃん、こんなの。ヒルジャイアント強いな。
進撃の巨人ばりのほら制圧力、その日人類は思い出した状態。やばいね、ヒルジャイアントのもうゴリ押しが過ぎてる。あーでも相手、あとコストが急に140しかない。140だったら3ジャイアントも置けないね。2が限界だね。2ジャイアントが限界だわ。じゃあ違うんだろうな。え、ミノタウロス？いやでも絶対違う。ゴルゴン、え？え？でも2ジャイアントでいけってこと？一回見てみていい？さすがに2ジャイアントは無理があると思うんだよな。うん、いくらなんでも。それだとヒルジャイアント強すぎるもんな、だって。うん、強いな。うん、強すぎるもんなって言ってなんだけど、強いな。強すぎるな、お前ら。あ、待って、もう1ジャイアント死んじゃった。でももう、こうなったら、強。で、これ、アーチャーアーチャーでしょ。アーチャーアーチャーだ。アーチャーアーチャー。ついに、アーチャーアーチャーが、あ、だってヒルジャイアントでも多分ダメなんだろうな。アーチャーアーチャーとヒルジャイアント多分部が悪いもん。一回見てみていい？ねえ。遠距離にヒルジャイアント強くないから多分ね、負けちゃうんだよね、ほら。うん、バーチャーアーチャーは強いから。だから、これヒルジャイアントじゃなくて多分ゴルゴン、なんだろうね。ゴルゴン、ゴルゴンで、もう潰してもらうか。で、人狼一匹なんか添える？あ、添えらんねえわ。もうこれでいいんじゃない？もう。ほらもうゴルゴンのもう霧吹きが。ほらもう。あの最強と言われたアーチャーアーチャー軍団を、ものともしない。うわ、でもアーチャーアーチャーがちょっと今回分散してるわ。分散アーチャーアーチャーってことは、ゴルゴンじゃないんだろうね。え、ゴルゴンじゃなかったらどうしたらいいんだろう。でもゴルゴン、一回でもぶち込む。でも150だもんな。まあ、一回ゴルゴンなら、2体しか置けないもんで、ね、2体じゃちょっと無理なんじゃないかな。ワイバーンかな、ワイバーンの出番かな。一回ワイバーンで見てみるか。ねえ。ワイバーンの戦士でも、ワイバーンの戦士、ねえ、空中からいけるとはいえ、いけるとはいえじゃない？いけるとはいえ、結構ね、アーチャーアーチャーの、アーチャーの格好の的だよね。あ、でも結構やれてる？あ、意外とアーチャーアーチャーの、矢があんま当たってないかな。あの、いいよ、その一気にさ、何アーチャーもさ、3アーチャーぐらい一気に持ってくと結構いいかも。あ、意外といけるんじゃないこれ。あ、意外といったか、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 いったか。そこでもうあともう2アーチャーいっちゃえ。あ、大丈夫、大丈夫。いける、いける、いける。あ、いけ、意外と、意外とこの残り2アーチャーに苦戦してる。いいよ、慎重にいこう、慎重にいこう。いけ、よし、よし、よし。うわ、待って、クロスボウアネコ軍団いるじゃん。ちょっと待って、クロスボウアネコ軍団いるわ。いや、でも、アネコさ、とんでもない爆発力持ってたよね、確かね。こっち150っていうこの少なさ。現代の哺乳類。安いな。え、じゃあもう、え、イノシシめっちゃ置くとか？イノシシめっちゃ置いてアネコかく乱する？いや、だからアネコなんか一気に爆発してくるから、刺してくるから多分さ、あんま固まると良くないと思うから、ちょっとばらけ刺して、で、こっち側は多分もう、圧倒的ゴルゴンでしょ。ここは。こいつらは多分圧倒的ゴルゴンゲーだと思うんだよね。もう一ゴルゴン置けるだけちょっとイノシシ減らして、もう一ゴルゴン置いとけば、これもう勝てるんじゃないかな。ねえ、なんかアネコ、なんか、アネコ同士で、あ、でも、あ、ついよ。アネコついよ。かく乱作戦にしよう。イノシシ、まずこっちサイドから攻めて、で、アネコがびっくりしてる間に、真ん中からイノシシもう一匹。で、その間にゴルゴンが、攻めてくれれば、アネコ軍団はなんとかなると思うんだよね。あ、そう、距離取られるとね、きついアネコは。うん。いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？惜しいな！惜しいよ。だいぶ惜しいよ。イノシシじゃなくて、やっぱ水牛だったかもしれん。
固まるとアネコのあれにやられちゃうから、本当にこの間隔空けて3333ぐらいでイノシシ連隊組むわね。第2第3のイノシシでアネコを一人一人潰していく。でその間にこっちからゴルゴンで攻める。うわ待って、そのハグレアネコやばい。あのハグレアネコはまずい。そこっちは倒したんだけど、あのハグレアネコとゴルゴンがどうどういける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 、あー惜しいこのイノシシやめよう、こっちにしよう。これで一回のハグレアネコを作らない。うん、しっかりやっぱそのアネコ、こいつが逃げるからそれで追撃。よしよしよし、これはいった、これはいったでしょ。あれ待って、ゴルゴンは、あまだいるわ。そゴルゴンで残りを蹴散らしていく。作戦勝ちあともう2ステージしかないんだ、寂しくなってきたな、名残惜しいわうわー、なんかあるねこれ。こん中なんかあるんだろうな。こいつ誰、こいつ誰ちょっと待って、初めて見るやつが、お前は誰だ彼は誰なんだ。これハサー軍団がいるから、ハサー軍団は多分、あって現代の哺乳類しかいない、あそんなことないわ。ハサー軍団は多分ゴルゴンなんだよね、さっきみたいに、さっきみたいにゴルゴンのゴリ押しでいけると思うんだよ。3ゴルゴンぐらいにしとこう。であいつらワイバーンで処理する、ワイバーンに空から行ってもらうか。あーでももうコスト足んない、これで一回行くかねえ。お前ら何、あ一瞬で死ぬやん一瞬で死ぬけど、うおー何何そのミサイル攻撃、何者、さっきのやつか、さっきの謎の男か。やだこれどうだろう、ワイバーン、ワイバーンどうした。このやっぱ相手のあのなんだか爆弾を誘導するわ、こっちサイドに。ワイバーンにヘイトがいかないようにして、でこの爆撃で一気に兵士蹴散らして、蹴散らして残りはこのワイバーンとこのもうゴルゴンが、あと馬しかいないもん、だって馬しかいないから、もうあとはもうほれなるほど、いろんなギミックがあるね。うわで最後これチタノーバは、チタノーバがとうとう敵になるの、4チタノーバでこっち400。そんななんか強そうには見えんけど、そんな強そうには見えんけど、なんだヒルジャイアントでなんならいけるんじゃない。なんだったらこっちはもうヒルジャイアントでいきますよ。うわぁ、俺の相棒たちの、あってなんか後ろになんかいるわ。うわぁ、なんだこいつらおい、ずりーぞお前らそんなところにいたのか君たち。なんだっけこいつらの名前、ジョーじゃなくて。うわ、それは予想外だわ、それはデスティニーヒーロー予想外だったらゴルゴンとかのがいいのかな。ミノタウロス、いやもう違うか、400しかコストないのもな。意外とここでイノシシが活躍する、案外数で押すか、案外数で押すのいいかもしれないね。やつのショットガンを攪乱するか、うんこれでいくわ一回。あでも全然もっと散らないと、もっとみんな散らばんないと。ヒルジャイアントを少しでも生きながらさせないといけない。意外といいんじゃない、的が分散してるよ意外と。うん、その調子ではあるかもしれん。さあ問題は下の方全部片付けた後だよね。その片付けた後にヒルジャイアントしか残ってなかったらきつい、きつい、あきついあこれはちょっときついゴルゴン2のジャイアントもうちょっと増やして、こう前線頑張ってもらって、水牛で一回やってみる。水牛がもしかしたらあいつらに勝ちうる打開策になるのかな。一回これで水牛だったら何発かいけるとかあるのかな。イノシシはすぐ死んでたけど、ヒルジャイアントが標的にヒルジャイアント標的にされてほしくないんだけどね。絶対ヒルジャイアントの間合いになれば勝てるんだよあいつらには。
シンプルにしたのも熱いんだよな。いやー惜しいな。うん、今のはでも割と理想ムーブではあった。結構惜しかったよね。結構惜しかったから、ここをじゃあイノシシにする。もういっそのこと最初の作戦に戻ったな最初の作戦に戻ってきた気もするけど、じゃあイノシシを置けるだけ置くわ。ちょうど400。ここでもうチタノーバーをもうボッコボコにしてボッコボコにしてやって、スローモーが迫り来る前にヒルジャイアントたちをぶつけに行きたい。そうで、この残った軍団でスローモーもやっぱリロード時間があるから、そリロード時間いいよ。あーいいよ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 、頑張れ頑張れ俺のエース級モンスター。惜しいいや非常に惜しかった。夢を見させてもらった今のは。うん、完全に夢だった今のは完全に惜しかったから、1ジャイアント増やすわ。うん、俺には見えた、3人のヒルジャイアントが勝利へと導いてくれるのが見えた。ここでやっぱヒルジャイアントの方がチタノバーとは相性がいいと思うんだよね。であいつらがもうなんか意味のわからんイノシシいっぱい撃ってる間に、もう1ジャイアントでもいいから奴らを倒しに行ってほしい。そう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 、こうなったらヒルジャイアントの間合い、こうなったらもうジャイアントの間合いだから。ほらこっちからも来るから、でやっぱ霧吹きで吹っ飛ばしていって、あとはジャイアントの間合い、ジャイアントの間合いで、あとはいけんじゃない。いった。はあすごいすごいパンツ履いてんなヒルジャイアント、よく見たらとんでもないブーメランプリだなねえ、そこはあんまジャイアントじゃないんだね。